この動画は徳島県教育委員会が学校生活や家庭生活での人権学習をサポートするために作成した徳島心のサポートです今回は心温まるパワーフレーズ作品のメッセージをお送りします。 ママとのぎゅうしてあげるよ頑張ったね僕は頑張ったねと言われるとちょっと恥ずかしいけど嬉しくて元気が出るよいつもは言えない感謝の気持ち「ありがとう」照れくさくて言えないよ。 いつも支えてくれていつも応援してくれていつも心配してくれていつもそばにいてくれて照れくさくて言えないよいつもありがとうお母さん言葉には人を勇気づけたり自分や相手の心を温かくしたりする 力がありますそんな言葉パワーフレーズをみんなで使っていきませんかもしあなたの心が傷ついたり悩んだりしたときは決して一人で悩まずすぐに家族や友達学校の先生など信頼できる人に相談してください。 直接相談しにくいときは、ここにある電話番号、いち早く、悩み、言おうに連絡してください。